花子様。花子さん、これで出せ。早く早くやって。かすみさん、大丈夫。すみません、すみません。男の人って苦手で。これなら平気。すみません、すみません。変態も苦手で。花子様のせいで五月ゆうで警戒されてる気がするのですが。あんたが個人的に嘘つかれてんだろうが。花子様、呼びました。軽いファンタジーみたいのでいいから。ファンタジー、ゴブリン×ドワーフみたいなやつですか。何その汚いやつは。友人の名護様がそれ系のハードな同人誌。やめて、それ以上聞きたくない。ゴブドワ、ちょっと分かってるっぽい略し方しないでくれる。何か創作のヒントになりました。うずる。こうして野村かすみの男嫌いに拍車がかかった。